花びら竹は、丹子金門原竹綱玉チョレ霊竹木に属し、花びら竹かの花びら竹属に分類されるキノコの一種で、ある。口述するように、この和名が当てられている、日本産の菌に対しては、二種以上を含んでいる、可能性がある。古実体ははじめ歪んだ球状で、細かな、ちり面ん状の不規則なシワに覆われる。次第に、個々のシワが伸長して、 花弁状の列片となり、共通の基部で集合した会場をなし、全体の計10から30センチメートルに達する。個々の列片は薄く幅広い白片状で、紅白色を呈しその縁は、シワ状に縮れるとともに、しばしば不規則な巨子状に裂ける。小実体の基部は時にヘラ状ないし短い円筒状をなし、宿主の材につながるが、その長さや、 大きさは不定である。肉は薄く、戦時には弾力のある肉質であるが、乾くと硬い角質となり、傷つけても変色せず、味も匂いも温和で、特徴的なものはない。個々の裂片が立ち上がる場合には、胞子を形成する、脂実層が裂片の両面に発達するが、裂片が水平に発達する場合には、地に面した側にのみ胞子が作られる。 宝子紋は白色を呈し、宝子は、卵形内脂楕円型で平滑。無色かつ薄壁。しばしば一個の湯滴を含み、要素溶液で染まらない。シスチジアはなく、小実体を構成する菌脂は、無色で細く、その壁は薄く。隔壁部には、カスガイ連結を備える。カラマツ、モミ、トドマツ、アカエゾマツ、エゾマツ。 コメツが赤松などの新材を普及させ、立ち木の地際や切り株の周囲などに小実体を形成する。普及型は典型的な褐色方形普及で、普及被害を受けた材は、高褐色、あるいは赤褐色内いし黒褐色を停止し、縦横に亀裂を生じて、もろく砕けやすくなり、小さなブロック状に崩れる。また、小実体が形成される頃には、 普及の範囲は時として心材部のほぼ全体に及び、被害樹の地際から高さ3メートル程度にまで達する。古実体を発生するまでに普及された材では、仮道管の壁を貫通して、花びら丈の菌糸が蔓延している。十円門口から仮道管に菌糸を侵入させることも多く、時として、射出組織にまで蔓延することがある。宿主の材中の菌糸は、 計2.0から3.5マイクロメートル程度で、無色透明であり、カスガイ連結がしばしば見出される。在中においては、通常は、鉱壁放射の形成は認められない。実験室内での普及力試験では、北海道産のエゾ松では21.0から45.3%、同じくトド松に対しては25.1から47.8%の、 重量減少が認められたという。宿主樹木への感染は、地中の根系あるいは地際の樹皮などの傷から開始されるものと推定されてはいるが、具体的な感染過程についてはまだ不明な点が多い。また、海面竹や奈良竹類は、地下水が滞留しやすい、寒斜面の下部などに多発するが、花びら竹はむしろ土壌が柔らかくて、透水性に富んだ環境を好むとされている。 また、樹木の普及病害の発生は、宿主が老齢になるほど、罹患率が高くなると想像されやすいが、花びら竹については、樹齢30年に満たない比較的若い木であっても、発病することがある。ジャガイモイコールブドウ等媒地や麦蓋エキス媒地など、キノコ類の培養に際して常用される、媒地上でよく育つ。培養された、菌止体の肉眼的所見は、 媒置の種類によって多少異なるが、おおむね白色を呈し、しばしば樹脂のような香りを発し、白い検脂状の気中菌糸を形成することがある。白色不休菌の特徴である、細胞外をキシダーゼの酸性能力はない。ある程度培養期間が長くなると、しばしば菌糸の先端部あるいは、中途の細胞が肥大し、後壁胞子を形成する。後壁胞子はレモン型。 西洋なし形、楕円型などを呈し無色透明である。鉱壁胞子が花びら丈の繁殖に、どのように関与しているかについては、まだ十分な研究がなされていない。なお、厳密な測定試験によるものではないが、摂氏30度前後では、菌糸が死滅するという。単糖類では、グルコース、ガラクトース、マイノース、フルクトースで良好な成長を示し、 アラビノースやキシュロース、リボースはいはラムノースでもグルコースの30から65%程度の菌脂体収量を示すが、ソルボースでは菌脂体の成長はほとんど認められない。2等類及び3等類では、ラクトース、マルトース、メリビオース、トレハロースおよびラフィノースで比較的良好な成長が見られ、 セロビオースやスクロース、メレチトースでもグルコースの50%程度の禁止体収量を示す。また、炭素源としてトレハロースのみを含む培地を用いると、トレハロースは培養中に減少し、代わって、グルコースが培地中に生成するが、生成したグルコースは培養開始から60日目には、見出されなくなることから、花びら丈は、 トレファロースをグルコースに変換した後にかすると考えられている。さらに、可用性澱粉やグリコーゲン及びデキストリンの死化性はグルコースよりも高く、ペクチン、ペクチン酸、イヌリンもグルコースの50から65%量程度の禁止体収量を示し、本種はグルコアミラーゼを産出して、澱粉グリコーゲン、あるいはデキストリンを加水分解して、 グルコースに変換した上でかするものと推定されている。ペクチンやペクチン酸が鹿されるに従い、培地中にガラクツロン酸を産生する。他方、リグニンやセルロースあるいはキチンを栄養源として鹿する能力はほとんどないと思われる。窒素源としては、ポリペプトン、ソイトン、コードエキス、肉エキス、カザミノ酸などのタンパク体窒素化合物を好む。 塩化アンモニウムや硝酸アンモニウムあるいは、硝酸ナトリウムなども窒素源として利用する能力は、あるものの、タンパクタイ窒素化合物に比べて歯化能力は低い。菌主体の栄養成長には、無機塩として、リン酸カリウムと、硫酸マグネシウム、ビタミンとして、チアミンが不可欠である。また、硫酸ア硫酸鉄、硫酸銅、塩化カルシウム、硫酸マンガンなども、 欠乏すれば、菌糸の増殖に悪影響を与える。チアミン以外の各種ビタミンや、核酸関連物質は、菌糸体成長に影響を与えず、一方で、インドール酢酸やジベレリンその他の植物ホルモンは、菌糸体に対して、むしろ成長阻害をもたらすとされている。日本産の花びら竹は、ヨーロッパや、北、アメリカ産の種類と、同一種と考えられ、 スペラシス・クリスパ・ウルフ、FR の学名のもとに扱われてきた。ただし、北、アメリカ産の S ・クリスパの菌種のうちでも、北西部で見出された、古実体に由来するものでは、日本産花びら竹の菌種やヨーロッパ産の菌種との間で交配が成立するのに対し、アメリカ合衆国アリゾナ州などから得られたものは、交配しないことが報告され、北、アメリカで、 エス・クリスパの学名のもとに扱われてきた菌のうちに、実際には2つ以上の分類群が混同されている、可能性が示唆された。北、アメリカにおいて、エス・ラディカタの学名で呼ばれていた菌は、ヨーロッパ産のエス・クリスパと交配可能であることから、後者の異名とされたが、米国アリゾナ州などに分布し、米末や、ポンデローサ末などのネカブ普及の原因となっている、方については、 その後の分子系統学的解析により独立した未記載種であると結論付けられ2006年にスペラシスラティフォリア YC ダイアンドジャン1の学名のもとに新種記載された日本産の花びら竹には S ラティフォリアの学名を当てるのが妥当であると考えられているが S クリスパが混在する可能性も皆無とは言えない分子系統学的な相違のほか。 S, S. ラティフォリアは、古実体を構成する裂片が長くて幅広く、縮れがより緩いこと、裂片の縁がしばしば虚子状をなすこと、胞子が小さいことなどによって S. クリスパと区別されるという。なお、スペラシスクリスパのタイプ標本は、西ドイツのヨーロッパ赤松の林内で採集されたものであり、スペラシスラティフォリアのそれは、 中国の吉林省において長白山自然保護区内の新葉樹林で採集されたものである。胞子を形成する死実創卓が平滑で、肥だ、観光、張り状突起などを生じないため、かつては公約竹下に置かれていた。また、古実体に背面、覆面の区別がないことから、白層面竹下への類縁関係が想像されたこともある。 最近の分子系統学的研究によれば、花びら竹属は単系統群であり、新葉樹の根株から侵入して、褐色普及を起こすことで知られる、海面竹属あるいは相川竹属などとの間に、類縁関係を有するのではないかと推定されている。従来、日本国内では、北海道、本州及び四国に散するとされていたが、エスクリスパとエスラティフォリアの2種が、 花びら竹の和名のもとに混同されているのか否かについては今後の調査の必要性がありこれらが共に日本に分布する場合そのおののが日本国内でどのような分布を示すのかについても詳しく検討する余地があるなお栽培用資金の中にもこれらが混在する可能性が皆無ではないエスラティフォリアについては 東アジアの亜熱帯から温帯を中心に広く分布し、日本と太陽国、中国から報告されているほかヨーロッパにも分布し、これらの地域でも、従来は S クリスパや S ブレバピーズと混同されていたという。また、ロシア東部にも算すると推定されている。なお、S ラティフォリアは、中国においては、おそらく南部から北部へと分布を広げていったもので、 あろうと考えられている。食用になり、歯切れ、味ともに優れている。紛らわしい有毒キノコは、ほとんどなく、形態、生態から同定することも容易であるため、利用価値が高い。生産量はまださほど多くなく、幻のキノコと呼ばれることもあるが、日本でも栽培品が、市場に出回りつつある。漢方薬として利用されてきた歴史がある、近年は、 古実体の成分で講述するように、医療、健康面での有用性の研究も進んでいる。2018年には、九州産業大学と東京女子医科大学の共同研究グループが、花びら竹のゲノム解読という有用成分の分析を、サイエンティフィックリポーツ電子版に発表した。古実体の外観の変化を対象とした、肝能検査や、作酸化用多等類、 有機酸、有利糖類及び、低分した糖類の強じ的定量の結果からすれば、マイタケよりも日持ちする、キノコの一つであるが、ポリエチレンフィルムなどによる、密封包装による流通には向かないとされている。わかめの茎の部分を思わせる歯ぎれを生かし、軽く茹でたものを、ぬたや、あえ物、ピクルス、酢の物などにする、炒め物などにも使われる。和名は、 宮城県仙台市付近で得られた標本をもとに与えられたものであるが、この標本は所在不明であり、分子系統学的知見を踏まえた、現代の分類学に照らした場合、S クリスパに当たるのか S ラティフォリアに該当するのかは不明である。俗名、スペラシスは、キレギレに裂けたの意である。種商名のクリスパは、縮れた、またラティフォリアは、幅広い葉を意味する。 日本における方言名として、奈良県吉野郡十津川村周辺では、土舞茸と呼ばれるという。また、東北地方の一部では、松舞茸の名で呼ばれる。ただし、土舞茸の方言名は、山形県下では、大紫杏図茸を指す場合があり、除霊舞茸やカラス茸などに対しても用いられることがある。一方、松舞茸の故障も地域によっては、 花びら竹とは全く別種の人形竹を指して用いられる場合がある。英語圏では、古実体の外観や色調にちなみ、花びら竹族に属するキノコ類一般にカリフラワーフングスの名を当てている。針葉樹のおがくずを取材として人工的に古実体を発生させることができる。媒地の一例として、針葉樹のおがくずに対し、 その重量の10%ずつのふすま、米ぬか、小麦粉を加え、さらにおがくずの重量あたり4%のそば粉を添加したものが用いられる。木材パルプにふすまや、米ぬか、小麦粉、酒かすなどを加えた培地も考案されており、ケヤキのおがくずやトウモロコシの茎の破砕物でも生育させることができるという。 水分顔量は86.1から87.8%で、個実体の発育段階による含量変動は小さい。乾燥重量あたりの粗タンパク質は13.4から33.2%、粗脂肪は1.4から1.7%、粗海分は2.8から3.2%、炭水化物は61.9から82.4%で、あり、 小実体の発育に伴い炭水化物は増加する。一方、アラタンパク質、素脂肪及び荒解分は減少する。無機成分含量は1.45から1.69%で、あり、小実体元気あるいは幼い小実体では、比較的少なく、成熟した小実体で増加する。主成分はカリウムで、ついでリン、マグネシウム、カルシウム、ナトリウムなどが含まれている。 低分子炭水化物含料は6.2から15.4%で、トレハロース、マンニトール、グルコース、フルクトース及びアラビトールが同定されたが、主なものはトレハロースとマンニトールであり、小実体の発育に伴い、これら2種類の糖の含料は増加するという。有機酸含料は2.6から3.7%で、小実体の発育に伴い減少する傾向があり、 リンゴ酸、クエン酸、フマル酸、ピログルタミン酸、コハク酸、シュウ酸、乳酸、アルファー、ケトグルタル酸、サク酸及びイギ酸が検出され、リンゴ酸、クエン酸、フマル酸、ピログルタミン酸及びコハク酸などが主要な成分である。ユーリアミノ酸眼量は0.49から 1.07%% で、小実体の発育に伴い減少する傾向があり、主成分は、 グルタミン酸、アスパラギン、アスパラギン酸、チロシン、アルギニン、アラニン及びセリンである。脂質成分としては中性脂質とリン脂質が多く、糖脂質は比較的少ない。中性脂質の主成分はトリアシルグリセリドであり、それに次いでステロールエステルが多く、その他にステロール、ジアシルグリセリド、モノアシルグリセリドなどが含まれている。 リン脂質の主成分はホスファチジルエタノールアミンであり、ついでホスファチジルコリン、カルジオリピンリゾホスファチジルコリンである。古実体の元気と幼い子実体及び、成熟死実体を比較すると、脂肪酸組成は総脂質、中性脂質、糖死室及び、リン脂質のいずれの間でも顕著な差はないという。なお、主要脂肪酸は、リノール酸とオレイン酸。 およびパルミチン酸である。日本産の栽培品は、ベータ分岐リーグルカンの構造を持つ多糖類を含有している。この化合物は、抗がん活性や免疫増強活性を有するとされており、人の健康に対する花びら丈の機能性が注目されている。抗がん活性の面からは、マウスのザルコーマ180に対する蛍光投与によって、 主要抑制効果と延命効果が認められており、抗転移作用や血管申請の抑制作用もある。免疫活性の面では、血液中の免疫グロブリンー、e、の顕著な減少や、ナチュラルキラー細胞の機能増大などの効果があったと、いう。また、生体内で確認されたものではないが、通型インターフェロン酸性を促す作用もある。個実体抽出物から多糖類を除去した。 低分子核分も、マウスの胆脳が癌細胞に対して、高腫瘍活性を示すと報告されている。凍結乾燥した花びらタケコ実体の超微粉末を、マウスに投与したところ、血糖効果作用とインスリン分泌促進及び、ダイエット効果が認められたとの知見もある。ただし、これらの効果が、花びらタケが含有するベータグルカンに起因するのか、 他のの成分に起因するるかはは現段階でで不明であるという花びら竹の小実体にはまた花びら竹ドと呼ばれる二リド化合物が含有されている花びら竹ドには水産元の位置をことにする三種の異生体が知られるがこれらはいずれも生態内においてビタミン C よりも強力な活性酸素,素外活性を発揮するまた マウスのマクロファージ細胞系 RAW264 によるリポタ糖類刺激一酸化窒素とプロスタグランジン E に賛成に対して阻害活性を示し消炎効果があるさらに結腸がん細胞系過去マイナスに及びコロン26細胞の増殖は花びらたけりド処理により著しく抑制されるこのほか年月に 栃木県下で採集された古実体由来の栽培品を材料として、セスキテルペノイドの一種であるマイナス六11、ジヒドロキシンウデスマンが管理されたが、これは、放線菌の一種と共通する化合物である。花びら竹属の一種の培養菌種が混入した雑菌の生育を抑制することをきっかけにして見出された、 スパラスソール、メチルマイナス2メトキシマイナス6メチル、暗則抗酸は、枯れ草菌や、トドマツエダ枯れ病菌に対する抗菌活性を有する。また、花びら竹属によって普及された木材からは、スパラスソール誘導体である、オルセリン酸メチル及びメチルジヒロドキシメトキシメチル、暗則抗酸塩が見出されており、共に、キュウリクロボシ病菌に対して、 スパラッソールよりも高い抗菌活性を有するほか、灰色カビ病菌の分育個からの発芽関心長を著しく抑制するという。これらの抗菌性物質は、野外における花びら竹の生存戦略の一環として、他の木材普及菌類との競合を有利にするために役立っていると推定されている。花びら竹属のキノコはいずれも傘を形成せず、個自体は、 多数の薄い列片の集合体で構成されること。小実体は生事には柔軟な肉質であり、異形禁止を含まないこと。方子は無色かつ平滑で要素反応を示さないこと。木材普及能力を持ち、材の褐色普及を起こすことなどを特徴とする。小実体の外観においても、顕微鏡的形質においても、比較的に単純な菌群であるため、種レベルでの厳密な区別は、 必ずしも簡単ではない。ウィキメディアコモンズには花びら竹に関するカけゴリがあります。ありがとうございます。